ウェルコムは南アフリカ共和国のフリーステート州にある都市。州都ブルームフォンテーンの北東160キロメートルに位置する州内第2の都市である。1961年に基礎自治体の地位を得て、1968年2月14日に市政施行した。アパルトヘイト撤廃まで黒人のタボング居住区と有色人種のブロンビル居住区があった。 州の金及びウラン採掘の中心地で、鋼鉄、材木、牛肉も産する。工業専門学校と技術研究所が一軒ずつある。ヨハネスブルクとケープタウンを結ぶ、幹線鉄道の視線が通り、小さいながら空港もある。街外れのパキサフリーウェイで開かれるグランプリで、世界的に知られる。ベルコムは、アフリカンス語ないしオランダ語で、ようこそ、の意味。 郊外のタボング及びライビークスタットを含む総人口は19万1341人で84%が黒人、12%が白人、4%が黄色人種で占められる。59%が外語を母語とし、16%がコサ語を、14%がアフリカンス語を話す。英語、ツール語、ツワナ語を話す住民も、 それぞれ3%ずついる。村がなご人口は1%にとどまる。ありがとうございます。